さあ皆さんどうもこんにちは、ダイタラでーす。さあちょっと今回ね、ホームスターズっていうゲームの、東京ゲームショーで遊ばせてもらったので、やりたいと思います。まあ、どんなゲームかというと、なんか泡のゲームです。泡のシューターゲームで、まあ、4対4の激アツバトル。で、相手をまあ泡でやっつけると、なんか相手が泡まみれになるんで、その相手を、なんかスライディング、タゲたりみたいなして倒すみたいな感じ。かな、うん、で、なんかね、泡がね、どんどん盛り上がっていって、そこがちょっとね、おもろいなと思ったとこで。ね、なんでちょっとね、そのバトル、少し見ていってください。で、なんかね、7回相手を倒すと、ボスが出てきて、そのボスを倒したら勝ちみたいな感じ。で、今回使ってるキャラクターがね、ホーミングガンの子で、ボン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 ってね、適当に撃ってるだけでも相手に当たるっていう弾が。マジで初心者向きキャラ使ってた。で、だから、泡の上をスライドして、みたいな。で、相手がホームだった時を倒すと散る。ね、散る。切るじゃなくて散る。なんか、ちょっとおもろいよな。はい、という感じで、こんな感じでやってます。たぶん、ボン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 って打ちまくるかな。で、攻撃が、まあ、攻撃ボタンで弾打って、なんか、あと、各キャラスキルが2個もあるんだよね。なんかね、このキャラのスキルはもうよく分からなかったんだけど。で、あと必殺技もあって、で必殺技もあるみたいな感じで、なかなかにおもろい感じです。はい、説明してくれてますね。めちゃくちゃ。そう、スーパースタースキルがあるってやつ。だからこれ、味方とね、床塗るのも結構大事でさ、ね、床塗ってないとマジでできないの。で泡漏れるから上から打ったりとかもできたり結構おもろいよ。で相手は泡の上だとすげえ動きトロトロなるからそこをちょろちょろ動き回ってみたいな。ね、であとはこのスライドで逃げるみたいな。やばい床塗って逃げるみたいで逃げるみたいな。結構いいでしょこれ。だからね結構ねそのホーミングだからねあ相手生まれたね。7ギルしたらスタープレイヤーが生まれました。ホーミングするからとりあえず遠距離からチクチクしてるんだけど向こうが近距離キャラでめっちゃ寄ってくるから辛いってなった。でこれがスキルだね。目の前に壁張るスキルかな。でいいねこれ。だから防衛下がって相手の侵入防いだりとか使えたりするって感じで。で俺めちゃくちゃこの人と戦ってんだけどもうスタープレイヤー狙いに行きます。ここでスタープレイヤーこいつ倒したら勝ちなんでとりあえずスタープレイヤーをおらーって必殺技だーほらビーム？あ強すぎ強すぎ強すぎこれ強すぎこれ強すぎ。よろしく。オッケーナイス。って感じ。いや必殺技が超強かったこの子。バカビーム打って相手をやっつけてみたいな。でホームアップだっけなんか泡まびれにしてスライディングして倒すみたいな感じで。ねえそんな感じでしたね。まあ、基本的なルールこれで分かってもらったと思うんだけど。でこれ別のステージ。カジノみたいなステージでやってるステージで結構やらせてもらったんだけど合計4試合させてもらったんだけどさっきのが 2試合目でこれが4試合目かな。これが、最後の試合だいぶおもろかった。さて行きましょう。でこれね相手にね開発者の人がいてめっちゃ強かったんだよね。うん見ててほしい。キャラクターはちょっと変更してます。今回俺使うキャラクターがねなんかね男のキャラクターでなんか、ね、チャージ攻撃攻撃ボタン長押しするとなんかね弾を発射するとドーングレートジェッターっていうらしい。ほらこれ長押しすると泡を打てる。これめっちゃ強えのボーンって打つじゃん。でそこの道ができんのよ。やばくねこれ。俺絶対このキャラ強えと思うんだよ。だからこうやって道があったらこうやって道ほらこの上を進めるみたいな。ねやばいって。でスキルこれなんか投げてみたんだけどなんかよく分かんなかったです。でもう一個のスキルかスーパー着地、あ、違う。いや、マジでこのキャラおもろいと思う。だから、上からひたすら大玉転がしして、スキル溜まったらなんか投げてみたいな感じで、かな。まあ、とりあえず遠距離も強えしって感じで。で、このギャグもね、あと一個もう一個説明しなかったことがあって、なんかやられた味方泡まみれになった味方を、敵に体当たりされる前に、敵に体当たりされる前に自分が体当たり、味方チームが体当たりすると、スライドアタックすると、その味方助け起こすことができるんだよね。なんで、味方のカバーなども大事ですね。いや、めちゃくちゃ強いと思う、やっぱこのキャラ。このキャラ強え。
機動力もある。で、上からもこうやってインキアタック、インキアタック、よし乗れますって。この真ん中ですね。で、これがスーパー着地、敵を分断させて、そう、後ろからつく、いけいけ、俺行った。で、味方助け落とこす、よし、助け落とせたかな今の、わかんねえ、こいつやろ、こいつやろよしよし、やったさあ、もう一人やって、いいね。さあ、これで、向こうが今、上に7対3って書いてんだけど、7人やっつけたら終わり、あのスタープレイヤーが出てきて、そのプレイヤー倒したら勝ちってことなんで、今こっちのチームまだ誰もやられてないということ。最強スーパー着地、スーパー着地マジっすよ、やべ、逃げよう、逃げます、なんか投げます、なんか投げてる、あれ何わかんねえだよ、何投げてるか、ね、いや味方助けてあげたい、助けに行きたい、助けれない、ダメだ、助けられんかった、いや死ね、死んじゃう、助けて俺、助けて俺なるほど。いや、泡入れやってくるとやっぱね、相手追っかけてくるんだよ、体力減ってるやついたら。で、俺がここでスーパーチャークシー、壁を張って、やっぱ壁反応強いと思う。うん。よいしょ。さあ、あいつ分断してるやつを、おら、体当たり、ナイス、ナイス、いいね。さあ、相手チーム、スタープレイヤー終わりましたね、7人やっつけたんで。あの上からすげえスナイプしてくるやつ、あれ うざいなうざいね、あれ、うん、動画の中のこれ、ね、会場にいた人とね、喋りながらやってます。はい、どう上に乗ってスーパー着地、強い、これなんかね、この動く足場みたいなのもあってね、それ上に進んだけど、起こすよしよしよし、さて苦しい、わけがわからなくて苦しい結構で、ね、苦戦してる。さあ、1チル。ナイス。落ちてきた、落ちてきた。スタープレイヤー、スタープレイヤー、孤立。孤立してるやついたら絶対やった方がいいけど。で、逃げられるんですよね、これ。で、追っかけに行ったら俺やられそうになるって。気をつけて、俺。深追いは深追いしたらやられるぞ。やめろ。深追いをするな。うわぁ、逃げろ。あ、バラ巻きだ。あのバラ巻きのキルかなんか、あいつねえな。さあ、スタープレイヤーがすごい高台に引きこもってて。終わらないね。これ結局のとこスタープレイヤーをやっつけないと終わらないんで、だからスタープレイヤー一番上手い人がスタープレイヤーになるのよ。めっちゃ厄介かも。やばい、これやられてる。やばい。誰か起こして。起こしてもらったーっていう。これマジでいいね。やられないシステム。俺が助けに行くぜ。一人は起こせた。こいつやっつけよう。スタープレイヤー、あとちょっと、スーパーチャクチ、逃げるな、あと少し、ナイスいった、よーい、オッケー、ナイス、いやー強かったね、ナイスだったね、素晴らしかったね今回。いや、このゲームね、マジでおもろかった、最高だった。連携すると強い、なんかね、やっぱ味方同士で一緒に固まって動いたりするのがめちゃくちゃいいのかなと思うね、すごいよかった。来週オープンベータです。29日からオープンベータやりましょう皆さん。MVP これ僕です。俺うまかった。ありがとう俺。はい。ということで東京ゲームショーでホームスターズやってきました。いかがでしたか。まあ、ちょっとね少し急遽ねスマホで撮ったんですけど。なかなか楽しくできたかなと思います。皆さんもぜひともプレイステーション4、プレイステーション5なんですけど、オープンベータやる方一緒にぜひともやりましょう。はい。それでは終わりましょうか。チャンネル登録した方、チャンネル登録、高評価よろしく。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様。